夜の海って。うん。あのね、ね、実は私、え、二人ともすごく楽し、うん、風祭りさんの話、そんな風にショーをしてたけど、だからだけど、うん、ねえ、もしかしたらねねちゃんは、それは、うん、風祭りさんの話を聞いて、そう、でも勝手にこれだから、ねねちゃん、でもだからいつかは、そうね、うん、あ、ごめんなさい。うん、謝ってもね、私はそのためになら、ルカさん、ありがとう。ルカさんは優しいな。一人で悩まなくていいんだよ。ねーね、この声、僕たちもいるよ。ああ、は、ルカお姉さん、どうしたの、みんな揃って。ふっふっふー、朗報で、朗報、今回売る予定だったフェニックス、もう、ああ、まあ俺たというわけで、はっ、これって花火、あら、花火なんてどこで買ったの。さっき近くの売店で、明日の朝には帰ることになるか。わーい、パチパチボーン。ちょっとM、うんうん、それルイが言う。それでは、ネネロボも花火。あらあら、お、エム。二人とも元気だ、ネネは。うん、海外公演の裏話。うん、ん、風祭りさんと話して、未来の自分はどうして行きたいんだろう。そうだったんだ、未来のこと、僕たちには。うん、で、私は今日のアドリブを見た時も思った。何それ、おや。しかし、もし悩んだ時は さて、一番いい、ああ、あ、ねねちゃん、るいくん、おい、それ、なるほど、やってみ、それなら、ネネロボの新機能を使おうじゃないか。は、ああ、ネネロボ着火、なんだその機能は。冗談。おお、なるほど、聞き捨てならんセリフを。はねねちゃん、うん、この先、今はみんなと一緒にいる、この時間。